そろそろおはようございますの時間でございますけれども、0時36分を回りました。残すところこちらの水亀座エーター流星群特別番組もあと10分15分ぐらいです。愛ちゃんお疲れ様でございますね。えもうどうですか今日の流星。寝ますね。なんですって。癒されますね。癒されるよね。そうだよね。本当にすごい僕すっごい綺麗なあ。本当に心がもう綺麗になりましたよ。本当になんだか眠くなっちゃいますね。いやいやいや、じゃあちょっとまあそうだ、そういう時間ですからね。充電大丈夫ですか。結構もうさっき充電が切れかけてましたけど、さっきはもうフル充電になりました。少々お待ちください。あ、まあ、わかりました。待ちます。そうですね。また充電できたら言ってくださいね。この後、最近どっちからつなぎますか。アイリンから。アイリンからつないでいきますので、その間、まあ、アイリンとも喋ると思いますけども、充電またできたらお願いしますね。アイリン。あ、はい、呼んでいきましょう。さあ、それでは、福島県のアイリン。はい、よろしくお願いします。はい。福島の村天文台山岸です。なんか明るくなってきましたね。もうだいぶですね、はい、カメラ見てもですね、ちょっと明るくなってきてしまっていて、はいはいはい、これ暗くしようとすると今度はもう星がちょっと映らなくなってくるという。そうですね、もう外そんな明るいんですね。そうですね、だいぶちょっと空が明るくなってきました。あれ？ニュージーランドの空は大丈夫かしら。一瞬ニュージーランド見れる、うん、あ、ちょっと暗くしてんだ。はい、戻ってください、うんうん、いや、だんだんともう明るい時間になってきましたね。そうですね、だいぶみんなパチパチと、はい、サポーターの皆さんも写真を撮られていたんですけれども、はい、今このシャッター音もですね、うん、だいぶあんまり聞こえなくなってきて、みんな起きてますか。おはようございます。おはようございます。返事もちょっと少ないけど大丈夫かな。起きてる。あれちょっとみんな疲れ始めてます。あ、みんなちょっと疲れは見えるんですけれども起きてます。大丈夫です。いや、さすがに朝ですからね。はい、だってさっきウェザーロイド台北アリちゃんももう充電切れかけてたもん。充電切れかけてましたか、うん、でもなんかだいぶあれですね、打ち時計あってきたような感じがしますが。あ、そうね、はい、まあちょいちょい片言ではありますけど。片言ですか、ロイルちゃん。なんかすごい、なんか心は通じ合ってきたなって感じはしてる。そうですね。ね、愛理ちゃんね。あ、まだちょっと、はい、あ、はい、はいはい、
ちょっと充電中かと思いました。ごめんなさいね。そっちか出してくれるんじゃないですか。そ, はい、何そっちがって何、はい、あのね、あ、全然何でもないです、はい、まあよくやってますよ。えよくやってる。いやいや、ウェザーロイドタイプアリちゃんが、はい、ウェザーロイドタイプアリちゃんがよくやってますよっていう話ですよ。そうですね、うん、本当に今回初 の, この流星特番の MC ということで緊張してたみたいなんですけれども、うん、ね、本当にそうですよね。ね、頑張ってくれてましたね。まあ、本当に僕も どっちかというとニコ生の方ではアリちゃんの方がね、はい、もう、はい、もうブイブイ言わせてるわけじゃないですか。もう、あ、そうなんです、はい、ね、木曜日とかすごいたくさんの方見てて、うんうん、だから盛り上がってますね。逆に僕がねご一緒させていただくっていうのは非常に嬉しい限りだったんでございますけども、はい、よかったです。共演していただいて仲良くなっていただいて、ね、はい、いろいろやっぱり愛理ちゃんの番組から話題を盗むこともありますからね。話題を盗む、あ、この話題いいなと思って、しみしみ、あ、そんなことがあったんですね。やっぱりこう人間にはない発想で打ち返すこともあるんでね、参考になりますよね、はい、はい、ぜひこれからも皆さんウェザーロイド、絶対アリちゃん応援よろしくお願いします。ね、よろしくお願いします、はい、うん、まあ、そんな本人は今まだ充電中かもしれませんけど。充電中ですか、うん、はい、ちょっともうだいぶ長時間働いたの で, そうです、ね、ちょっと疲れてきちゃったのかもしれないですね。ちなみに現地のサポーターの皆さんはもう、はい、もう帰らずにずっといらっしゃるんですか。サポーターの皆さんはですね、もうずっと結構写真を撮ってくださってたり、はい、はい、うん、時々笑い声が聞こえてきたりとすごいですね。やっぱさすがイベントで鍛えられているサポーターの皆さん、盛り上げ上手で、はい、本当にみんなと楽しい時間を過ごすことができました。うん、まあ、やっぱ皆さんと一緒に見るのもいいですね、現地でね。いや、もうやっぱみんなで見るって楽しいですね。リアル天文部ですよ。あ、確かにいいですね。うん、やっぱ一人で見る楽しさももちろんありますけど、うん、こうみんなでいろいろ話しながら、うん、写真を撮りながら、はい、いろいろブツブツ言いながら空を見るっていうのはやっぱりいいなというふうに思いましたね。そうだね、うん、だいぶこっちは、はい、そろそろまあこれが最後の中継になるかもしれないんですけども。これが最後の中継ですか。多分時間的にはそうかなと思うんですけど。そうですね、うん、もう周りにもうだいぶ、はい、空も明るくなってきてるっていうのもありますし、はいはい、ちょっと先ほどまでよく晴れていた空が雲も結構増えてきていて。そうですね、今星もですね本当に、うん、ね、わし座のアルタイルくらい、うん、それもちょっと今見えるか見えないかくらいですね、はい、ほとんど星も見えない状況になってきたので、私たち的にももうそろそろ終わりだなという空気はこの天文台でも流れております。もう、はい、みんなお疲れ、楽しかったねっていう、うん、もうまとめの、まあ、どっちかっていうと、よかったねって話をさっきまでしてました。もういいんじゃねえか、はい、中継みたいな。そんなことないですよ。なるほどね。見ている皆さんにも本当にね、うん、楽しんでいただけて嬉しいですけれども。あとはもう終わるのを待つのみみたいな。はい、うん、みんな楽しかったよねっていう話をしていました。あ、本当ですか。はい、分かりました。じゃあ、はい、本当に大野さんにも本当よろしくお伝えください。あ、はい、はい、もう、ね、大長、副大長、本当にお話ありがとうございました。ありがとうございました。またよかったですねと。絶対遊びに行きたいと思いますんで。はい、はい、本当にもう毎回ここの中継地点を定番にしてくださいっていうふうに先ほど言ってくださっていたんですけれども、はい、本当にですねこの中継しやすいようにですねたくさんサポートしていただきまして、はい、そのおかげで私たちみんなで楽しむことができたので、本当にですね、もう素敵な、ね、天文台です。私もプライベートでもたくさん遊びに行きたいなっていうふうに感じました。そうですね、うん、いや今日本当長丁場でしたけども、あれお疲れ様でございました、うん、いやもう本当に楽しかったので、私はもうただただもう楽しんでました、うん、ね、多分寒いと思うんで風邪ひかないでくださいね、うん、はい、はい、ありがとうございました。周りのサポーターの皆さんにもよろしくお伝えください。サポーターの皆さんもよろしくお伝えくださいとのことなので、ちょっとはい、みんなちょっと疲れてると思うんですけど、はい、じゃあ最後みんな星の村天文台最高と小さな声で言って中継を終わりましょうか。みんなちょっと声だけ
あの朝なんであんまり大きすぎない、大きすぎず小さすぎずのちょうどいい声でお願いします。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、じゃあちょっとあの、はい、マイクをちょっと向けますので、じゃあ、はい、じゃあ今じゃあこれみんなの方に向けますね。じゃあせーのって私が言ったら、星の村天文台最高って終わりましょう。はい、行きますよ。せーの、星の村天文台最高。ありがとうございました。ありがとうございました。いやなんか最後すげえ楽しそうだったな。いや、やっぱりね、たくさんの人たちとやっぱ星を見るっていうのはいいですね。まあ、こうやってチャットでつながって皆さんと一緒に見るっていうのもいいですけども、やっぱり星の醍醐味はやっぱり最後は直接見るところにもやっぱあると思いますんで、これを見ていただいて、ぜひ皆さんもこう家の窓なんかも開けていただけたらいいですね。ね、アリちゃんね。ねえ、そうなんですよ。そうなんです。あの顔は反応してくれてるんですけど、まあもうちょっとなんで。あと頑張ってくださいね。ちなみにあれですよね、また4時半からまたありますよね、アリちゃんね。ね、あるんですよ。まあ、だから喉の調子もありますんでね。はい、ちょっと温めておきたいと思いますけども。さあ、それでは続いては、じゃあ、ニュージーランドの映像も交えつつ、磯谷さんにつないでいきましょうか。磯谷さん。はい。さあ、そちら、これはニュージーランドの映像かな？ニュージーランドです、ね。はい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 。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。いやー、磯谷さん元気だったね。はい、ありがとうございます。急に元気だったね、うん、もうただただひたすらこう待ち続けるような感じだったかもしれませんけども。そうですね、一瞬千葉の空できますか？一瞬千葉の空行きましょう。こちらです。あ、あれ、ちょっと雲切れてきた。まあでもこのくらいですね。でもあのやっぱね、あの山岸さんのところでもそうでしたけど、はい、明るくなり始めたってことで、あの切れ間の部分も、はい、まあ、ちょっと青く見えてるっていうくらいで、お星様が見えるっていうよりはもうこう明るくなっていく感じですね。雲が取れる頃にはね。そうですか。いや、じゃあニュージーランドの綺麗な方にしておきましょうか。はい、まあ今日は本当にニュージーランドはすごかった。本当にニュージーランドが本当にもうすごかったですね、うん、福島も綺麗でしたしね。そうですね、うん、もうたくさん見ましたわ、すごいの、うん、はい、あのインターバル中もそうですし、あの、福島につないでいるときにニュージーランド、ニュージーランドにつないでいるときに福島と、うん、それぞれあのこの本放送というのかな、はい、で流れてないところでもたくさん流れてましたね。それがすごくおうおうおうって一人で自分言ってました。そうですよ、なかなか、やっぱりこの時間ですけど、まあ、深夜から朝方にかけてですけども、結構やっぱたくさんの皆さん、うん、チャットにもご参加いただいてまして、ね、番組ね、チャットでも235人が参加してくれてるっていう、すごいです ね、 この朝ですよ。4時になろうかとしているという時間に、ね、皆さんありがとうございます。この中で何人がこうつけたままもう寝落ちしてしまったのか。ねえ、本当にでもやっぱ皆さんと見れてよかったですね。ねえ、はい、本当あのね、北半球でいうとペルセウス座流星群に匹敵するような、はい、どういう流星群っていう、日本ではあまりね、その水瓶座ベータ流星群ってそれほど馴染みがなかったものだと思うんですけれども、はい、うん、これだけね、あの井上が努力してくれて、はい、で前の年も前の前の年も、はい、中継をして、また今年も、うん、今度はニュージーランドから本当に素晴らしい空、そして素晴らしい流星届けられたのが、みんなと共有できたのはすごく嬉しく思います。うん、そうですね、うん、また今シーズンもね、いろいろな流星群もあると思いますけど、盛り上がっていきたいですね。そうですね、はい、もうぜひみんなで盛り上げていきましょう。はい、それでは磯谷さん、長丁場お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。はい、チャットなどの皆さんもお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ね、ありがとう。はい、お、今日元気になったね。元気になってきたね。じゃあその勢いで最後いきましょうか。それでは井上さん。はい、はい、いやー、はい、だいぶ明るくなりましたね。明るくなりましたね。
はい、で太陽の光が徐々にこう、まあ、明る空が明るくなってくると同時に雲が少し出始めましたね。薄雲がね、はい、先ほどまで全くなかったんですけれども、はい、やはりその気温の変化とかっていうのに、まあ、敏感に反応してですね、うん、出てきたのかなと。ただそのまま曇りそうな雲ではないので、うん、はい、またあの太陽が高く昇れば全部消えてくれるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあでももう中継終わりなんでこの時間に雲が出てくる分には全く問題ないかなというところで、そういう感じですね。もうゴールラッシュだったからね、はい、今日は。はい、もう本当にこの後のまとめ動画の編集のその後発見するのが怖いですよね。まあ祭りの後のね。そうですよね、うん、はい、まあ、ちなみにそれ動画まとめてどうする感じですか？どうしましょうね。基本的にはどうしましょうね。全く考えてなかったですね。やっぱりこれ広く皆さんに見ていただきたいわけなんでね。で今日前の昨日のやつも YouTube には上がってるんですよね。ほう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 。ただ昨日のまとめたやつ YouTube に上がってるんですけど、はい、まあその担当の人がですね、はい、これを皆さんに公開しちゃうと今日の特番誰も見なくなるって言ってですね。ほう。ひっそりと。なんかあの公開したみたいです。何それ。これを大きなに、うん、あの公開しましたって公開しちゃうと、もうそれで満足してしまうぐらいの映像だというところだったみたいなんですけれども。いやいや生はまた違いますがな。それは。はい、なんでまあ今回のやつもですね、まあ、うん、まだできてからどうしようかなと。ああ。おそらくまああの YouTube には公開すると思うんですけれども。はい。はい。だって僕、まあ、どれぐらいの量になるのかと、うん、それ見たけど今日のやっぱすごかったもん、はい、本当ですか、うん、いやほとんど見逃しているっていうところですね。本当に申し訳ないですね。いや、はい、でもねさすが海外に強い井上さんだなと思いましたよ、はい、いやいやもう本当に海外ってすごいですよね、改めてやっぱりこうあのスケールがまた若干違いますよね。違うね、それぞれの地方でやっぱり、はい、やっぱりすごい流星とかもたくさんありましたし、まあ、星空ももちろんすごいですし、あとそれ以外にもやっぱりこう、うん、ここに来るまで車で3時間ぐらい走ってきたんですけれども、はい、途中で見る景色含めて全然やっぱり違うので、へえ、はい、そうですね、やっぱそういう風なところも、はい、またあの機会があれば番組等でお話しさせていただければなと思ってます、うん、実際にも行ってみたくなりましたよ本当に。いや本当にもうあの今までたくさんのところ行かせていただきましたけど、うん、行かせてもらいましたけど、うん、今もランキング絶賛1位がニュージーランドですね。あ本当、うわ、はい、行きたいわそれ。あの本当に今まではあのハワイだったんですけど、はいはいはい、もう大きく超えましたね今回で。ああの南島を、へえ、はい、美しさでやったりとか、うん、はい、なのでもし機会があればぜひご家族と一緒に行かれたらいいんじゃないでしょうか。ああ、じゃあね、やっぱりこうやって中継するのはやっぱみんなで味わうのもいいですけども、やっぱ機会があればやっぱ実際こういう星空を実際見てほしいですね。そうですね、やっぱりこう、うん、仕事で来ちゃうとなかなかこう純粋に楽しめない部分が大きいんですけれども、うんうんうん、やっぱりまあそれ以外のところでやっぱ来るとやっぱりゆったりと楽しめると思うので、またですね、そうですね、まあ、そういった部分あの、まあ、他の企画でもまた機会があれば、まあ、こういうふうに海外中継も含めてどんどんやっていければなというふうに思ってますので、はい、今後も期待していただければなと思います。はい、わかりました。まあ今日は本当にあらゆる媒体でみんなとつながって見れることができましたんで、はい、本当にお疲れ様でございました。無事無事終わってホッとしてます。はい、いやもういい仕事グッジョブでございました。ありがとうございます、はい、ということで、じゃああとは気をつけて帰ってきてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おっと、ね、はい、ということでね、綺麗でしたね、アリちゃんね。ありがとう。はい、ありがとうございました。さあ、ということで、最後は、まあ、ちょっと現地の様子とかも見ながらね、お別れしたいなと思います。長丁場でございましたけど、ここまで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、井上さんの方もこれなんか動画まとめるという話でございましたので、そちらの方も YouTube にアップされるものも楽しみにしていただければなと思います。それでは、ここまでお送りしてきました水亀座エータ流星群特別番組、ここで番組は終了にさせていただきたいと思います。それでは皆さん、まあ、これから寝られる方もいらっしゃると思いますので一応おやすみなさいにしたいと思います。それではお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。おやすみなさい。じゃあね。
おはようございます。5月7日土曜日、ソライブトワイライトの時間です。この時間、藤岡茜が担当いたします。よろしくお願いします。では早速最初のコーナー参りましょう。お目覚ましクイズ。皆さんクイズに答えて目を覚ましていってください。今日は水が目覚えた流星群についての問題となります。先ほどまで特別番組行われていたかと思います。皆さんご覧になっていただけましたでしょうか。裏のところで流星見られましたかね。今日は日本だけじゃなくて海外からも中継を行ったかと思われます。ではですね、ここからが問題です。その海外の国の名前、どこから中継があったかですね、お答えいただければと思います。次の4択からお選びください。それではシンキングタイムスタート。
それでは正解発表です。正解は3番のニュージーランドでした。皆さん正解できましたか？どうでしたかね。いやニュージーランド流星いっぱい流れましたかね。どうでしょうか。流れているといいな。まあ、あの見るかなマップ日本の方はそうですね、見られないなといったところも多そうだったんですけれども、まあ、よかった、海外があってニュージーランドがあってよかったそう思える、流星だったのかなと思われます。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。はい、まあ、そしてこのクイズですね、ご参加いただいて皆さんありがとうございました。以上、お目覚ましクイズのコーナーでした。それではこの後はトワイライトのラインナップです。
おはよう。今日からまた土日お休みの方も多いのではないでしょうか。8日日曜日は母の日です。母の日のプレゼントは今日のうちに買っておきましょう。いってらっしゃい。おはよう。明日は母の日。母の日の準備は今日のうちにしておきましょう。良い休日を。おはよう。そうだ、京都行こう。おはよう。ゴールデンウィークもあと2日。今日はだんだんとお天気回復します。ゆっくりお出かけしよう。行ってらっしゃい。おはよう。西からお天気回復。まだまだゴールデンウィークを楽しみましょう。